はい、K です。今回は、投手も野手も崩壊、夢も希望もない、マジで終わってるということでですね、今回もね、今日の試合を振り返っていきたいと思うんですけれども、まあ今日も本当にもう振り返りたくないぐらい、ひどい試合だったなというふうに思います。まあこのね、サムネを見てもわかる通り、まあ本当にね、僕の怒りっていうところも伝わるかなというふうに思いますけれども、 まあ本当にですね、もうひどすぎる、まあ試合内容。今日の試合もそうですし、まあ今シーズン通してですね、本当に夢も希望も持てないような内容っていうところが、まあ本当にね、続いているなというふうに感じましたで。今日の試合でもね、またそういった場面っていうところもありまして、 ま、この先もね、本当に何を希望にして、まあ、僕ら応援していけばいいのかっていうところを、本当にね、えー、考えさせられるような、えー、ひどい内容だったかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとね、まあ、今日の試合も振り返りながら、まあ、そういったところ、まあ、厳しい内容になってくると思いますけれども、まあ、ぜひ最後までちょっとご覧いただきたいなというふうに思います。はい、それではですね、先発も中継ぎも炎上で試合崩壊ということでね、まあ、今日の日本アムとの試合、えー、振り返っていきたいと思います。えー、まずスコアの方は、 12対3で、日本ハムの勝利、ライオンズ敗戦ということになりました。はい、まあ12対3、まあ点差、本当に9点差つけられる、まあ最悪なゲームということになりましたね。まあ前回の楽天とのカード、まあ初戦もですね、まあ非常にこう大敗をしたということで、まあそれぐらいのね、ゲームにまあ匹敵するぐらい、まあ山川選手、満力ホームラン2本打たれた試合も大敗ありましたけれども、 まあ本当にそのね、えー、2つの試合とまあ匹敵するぐらい、まあ今日も本当に最悪な、えー、試合内容だったかなというふうに思います。まあ一個一個ちょっとね、まあ本当にあの得点シーンとか振り返ってるとまあ長くなってしまうので、まあちょっとね今日はまあサクッとえ行きたいかなというふうに思うんですけれど、まず先発は隅田投手で相手は北山投手ということでした。まあ隅田投手、北山投手2人とも高投手ですから、まあ投手制になるんじゃないかとえいうことが予想されていましたが、まあいきなり隅田投手、まあ初回に え、まなみ選手に、ま、スリラー打たれてしまって、え、3点を失いました。で、さらにですね、ま、この2回にも、ま、相手にダブルスチール13塁の場面で決められてしまって、え、11点ということで、ま、この初回2回でもいきなり4点失ってしまうんですよね。で、さらに、え、この3回にはですね、ま、ぐん選手に、ま、ツーランホームランを浴びまして、もうこの3回にして、もう6点奪われてしまうということになりました。で、4回もですね、マウンドには上がったんですけれども、 まあちょっとね、味方のエラーがあったりとか、まあ,あとはね、その後も、まあ、エラーの後も打たれてしまったところもあって、この4回の途中でね、まあ、結局マウンドを降りるということになりました。で、まあ、今日はもう4回持たず、6失点ということでですね、まあ、本当にね、大炎上ということになってしまいました。 は本当にもう今シーズンスライオンズの先発ピッチャーの中で一番ひどい、まあ投球内容といっても過言ではないぐらい、まあ辛かったかなというふうに思いますね。まあホームランをまずね、やはり2本打たれてしまったというところ、まあそれもやはりなランナーがね、こういる状態でまあホームランを打たれてしまった。まあそのホームランなら、まあまだね、序盤ってことも考えれば許容範囲内ですけれども、ランナーいる状態でのホームランっていうのを、まあ2本打たれてしまっているっていうところが、まあまず苦しいなというところですよね。 で、やはりこう、まっすぐの9位っていうところが、まあ、足りていない。まあ、まっすぐの空振り率も、まあ、試合前は、ま、4%とかしかなくて、やっぱりまっすぐのね、9位っていうのが隅田投手課題っていう風に、まあ、これはもう入団した時からずっと言われていることなんですけど、まあ、そのまっすぐを結局、まあ、日本ともホームラン持っていかれてるということになっております。で、あとはですね、まあ、やはりこの2階のところでダブルスチールを仕掛けられたりとか、 まあそこのダブルスチールの失点っていうところもね、まあ守備がうまく守っていたら、ま防げた部分だったとも思いますし、まあ、あとは守備の中でもね、まあ佐藤隆星選手のエラーがあったりとか、まあ源田選手もまあちょっとね、精細を書くようなま守備があったりとかっていうところで、まあ野手陣もやっぱりね、まあ得点は今日3点は一応取れたけれども、まあ守備の方でも精細を書くようなまシーンっていうのがありました。なのでですね、まあ本当にもう野手も、まあピッチャーも崩壊したということなんですよね。 で、ま、あ隅田投手は4回で降りたんですけど、まあ、その後からもね、また本当にピッチャー陣ひどすぎました。え、平井投手がま、5回一応1点はしたんですけど、まあ、平井投手はね、正直そんなに内容的には悪くなかったです。ツーアウト非常にいい形で取って、まあ、万波選手に難しいボールをま、ツーベース持っていかれて、で、まあ、あとは石井和成選手の強い打球をま、源田選手が弾いてしまって、 ま、視点してしまったということなので、そんなにこう投げてるボール自体ね、めちゃめちゃ悪くはなかったんで、平井投手はま,あまだね、許容範囲内かなというふうに思いますが、その後投げた糸川投手、本田投手、ま、糸川投手に関してはもう全然ね、ストライクえらず、ま、フォアボールもね、かなり出してしまって、ま、ボール玉は先行して、 で、まあ、入れに行ったら結局打たれてしまうところで、まあ、球速も出ないし、まあ、ストライクも取れないし、まあ、空振りも取れないし、というところで、まあ、本当に糸川投手もこれどうやって抑えていくんだと、まあ、正直言って一軍レベルになるかどうかも本当に際どいくらいの、ま、ピッチングだったかなというふうに思います。えー、そしてね、まあ、ここ最近良くない本田投手ですね、えー、今日も点を取られてしまいました。相変わらずやっぱ左バッター相手に、ま、被安打めちゃめちゃ許しているっていうところもありますし、まあ、結局水野選手には、ま、ホームランも浴びてしまいました。 して本当に左バッターを全然やっぱ今シーズン抑えることができていないということになっております前回も3失点今回も2失点ということでですねまあ一応開幕当初はですね勝ちパターン任されていましたがもうはっきり言っておそらく次のカードから2軍行きというふうになってしまうんじゃないかなというふうに思いますこれでもうチームの救援防御率の方もですねまあリーグ担ト再最下位ということでしたが余計ですねこれでまた悪化してしまったということでですね本当にねもももうちょっと本当にピッチャー陣も 持てなないいいようう内容だったかなというふうに思います、ねまあ、ポジ要素を言うのであれば、野手の方では、昼間選手がね、最後、まう、あ、まくね、難しいボールをセンターに持っていった。であと、長谷川選手もまあヒット、あとは、通りところも出たっていうところ。えここに関しては、若い選手2人が、まあ、特に外野手のね、選手たちが活躍してくれたっていうところは、ポジ要素だったと思いますが、 ただですね、やはり、山ヤシの方でもっと苦しかったのが村田レオン選手。え、守備で、まあ、フェンスに激突して、負傷交代ということになってしまいました。まあ、本当にね、昨日も、まあ、タイムリーを打ったりとか、ここ最近、まあ、村田選手の活躍を見るのが、まあ、楽しみになっていたライオンズファンも多かったんじゃないかなと思いますが、え、その村田選手も、まあ、怪我をしてしまったということですね。 ま、正直言って、ま、度あと登録抹消するのか、試合に出れるのかどうかっていうのは分かりません。ただ、まあ、あの感じを見ると、やはり足を引きずっていたりだとか、まあ、プレイできるような状態では少なくともなかったので、まあ、最悪の場合は、ま、登録抹消っていうふうになってしまうかなというふうに思います。まあ、まだ若いですし、そんなにね、無理して試合に出す必要もね、ないかなというふうにも思いますから、まあ、あれだけね、全力プレーをやってくれたっていうことでの、ま、怪我なので、えー、仕方ないと思うんですけれども、 まただやっぱり村田選手まで試合に出れないっていう風になってしまうと、本当にライオンズファンはもう何に夢と希望を抱いて、まあ、今後ライオンズを応援していけばいいのかっていうところが、本当に分かんなくなってくるなという風に思いました。まあ、先発が強い東章国っていう風に、まあ、開幕前とかはね、結構言われていましたし、まあ、僕もライオンズ、まあ、先発それなりに揃っているからね、まあ、ある程度戦えるのではないかなという風に思っていました。 ただやっぱりね、まあもちろん課題とされていた得点力っていうところは、まあ全然点を取れていないし、まあ期待されていたスケット外国人も活躍できない。で、中継ぎっていうところも、まあちょっと開幕前ね、メンバー揃ってなくてやばいなというところがありました。まあ森脇投手、佐々木投手が離脱しているってところもありましたからね。で、蓋を開けてみたらね、まあただそれでも海野投手、まあアブレイル投手とね、ヤン投手と、まあ新戦力もね、入ってきてるかなんとかなるかなというふうに思っていましたが、もう完全に崩壊してしまっております。 書いては先発の中、松本渡る投手をですね、まあ、無理やり中継ぎに回すっていうような、もう異常事態になってしまっているんですよね。はい。で、そして、ま先発。まあ、先発はね、もう本当にめちゃめちゃいいと。で、開幕投手もずっとね、まあ、クオリティスタートってところも続けていたりだとか、基本類で許してなかったりとか、高いパフォーマンスを見せていましたが、えー、ここに来て、まあ、昨日の高橋コナー投手もね、まあ、あんま良くなかったですし、まあ、今日の隅田投手に関してはもう大炎上と。 ということで、まあ、先発チーム崩壊し始めてきてしまっているんですよね。まあ、数的にも松本渡る投手がね、中継ぎに回ったり、平投手が離脱をしてしまったり、足りなくなってきている部分があって、親を皆投手とかをね、まあ、投げさせないといけないような状況になってきているんですよ。もう本当に先発もダメ、中継ぎもダメ、もう野手もダメっていう風うになってしまっておりまして、もう本当にどうしたらいいのかもう本当わかんないような状況なんですよね。 うん、これでもう明後日からペイペイドーム乗り込んでいったら、どんなね、結果になってしまうのかっていうのは、本当考えるだけでも、辛くなるぐらい、本当に、まあ、ラッキーのライオンズっていうのは、まあ、ひどい試合が続いてしまっているかなというふうに思います。まあ、楽天の試合ではですね、まあ、竹内投手、今井投手の力もあって、まあ、打線もね、楽天の3戦目はいい感じで繋がって、こっからよし乗っていけるかなというふうに思ったらね、えー、この2試合ですから、 まあ本当にまたね、あさってからのカードっていうところも、まあ今井投手、竹内投手が投げるのでそこは勝ちたいところではあるんですけれども、まあソフトバンクも非常に脱線がね、活発になってきていますから、まあ厳しい結果になるんじゃないかなというふうには思います。はい。まあ正直言ってね、僕もまあ配信をしていきながら今日の試合はかなり見ていくのがまあ辛かったですし、 まあ本当に今後ね、何に希望を持っていけばいいのかちょっとわからないような状態になってしまいました。まあただね、まあまだ5月っていうところで、まあシーズン長く続いていきますから、まあちょっとでもね、また明後日以降、まあ応援してよかったなっていうふうに思えるような内容っていうところを見せていってほしいなというふうに思いますし、もう弱いのはね仕方ないので、 まあ何かしら一つでも多くポジをソっていうところをね、えー、見つけていけるようにやっていきたいなというふうに思います。まあ、皆さんも今のライオンズに対してね、本当に思うこといっぱいあると思いますから、まあ、そういったことはぜひね、コメント欄の方にどんどん書いていただいて、まあ、一緒にね、ライオンズファン同士でね、まあ、強く生きて、まあ、今後もね、えー、応援していきたいなというふうに思います。以上です